霊夢さん今回の期待なのですが。小生さん凄まじい塊感。まさに恐竜的進化といえばこのモビルスーツですね。スマートではないけど詰め込んだ感がたっぷりあるロマン期待だよね。はい、それでは皆さん。ゆっくりしていてね。それでは早速今回の期待についてお話ししていきたいと思うのですが、恐竜的進化を遂げたロマン期待とは、ゼクツバイでございます。盛るだけ盛ってみた感のある超重量級なところがかっこいいよね。4本もあるサブアームに大量の弾薬、後ろに長く伸びたスラスターとプロペラントタンク、それにもかかわらず人型にこだわったところがすごいですね。当時のガンダム進行そのものを表しているっぽいね。大きすぎるおかげで搭載できる艦も限定されそうで、整備性や生産性がなどは完全に無視されています。さらに武装をつけすぎたことによって一般兵が使えるか怪しい代物と化して、はっきり言ってゼクアインの利点やら合理性を壊しているというご意見も多いようですね。汎用 MS として開発されたゼクアインを発展させて、重武装と機動力の両立を目指してみた結果、いきなり行き着くとこまで行ってしまった感があるよね。それにしても巨大な機体にごつい武器をたくさん持たせて、推進機器もりもりでブンブン回す、まさに恐竜という表現がぴったりですね。個人的には異様でありながら軍用へ行き感もうまく両立した素晴らしいデザインだと思いますね。身長よりも前後の幅の方が大きいのに動きはとても軽快で速いね。ゼクツバイのコンセプトはゼクアインの倍となる性能ですね。恐ろしいほどの高火力、高機動力の全部乗せだね。もはや設計者の好みを極限まで具現化させたロマン機体と言っても過言ではないかと思います。出来上がった機体サイズは全高 27.44m、全備重量 151.7トンという異常っぷり感が半端ないよね。一応人型ですが、人というよりも塊に見えますね。ゼクツバイのフォルムってもはやモビルスーツとは言い難いものになっていってしまった。それでも軍事用装部のガンダム進行を優先させた結果、モビルスーツという形態にこだわって開発されていったのですね。結果、圧倒的な耐水力、高火力、終えたとんでも兵器となっていったね。その代償として機体は肥大化し、当時の地球連邦軍の標準的な巡洋艦であるサラミス階級のエレベーターに入りきらなくなってしまったほどですからね。だから外部経由を余儀なくされる状態になってしまったね。そもそもゼクシリーズのコンセプトは2時代の量産機であったのですが、時代とは真逆を行くコンセプトとなったのがこのゼクツバイなのです。そんなゼクツバイの武器なんだけど、元となったゼクアインの1から3種の武器を全部乗せたとんでもない武装になっているよね。その結果、ビームサーベルによる白兵戦からデータレドームプラスビームスマートガンによる遠距離攻撃まで対応可能となっているのですね。どのような状況でも一応完璧に対応できるようになっている点が素晴らしいよね。さらに万能感を感じさせるところが、ミサイルポットや大型クラブも装備しているところですね。これらがあるおかげでアイフィールド機体への対応を完璧にこなせるからね。このように全乗せの機体の推力は劣ることが多いのですが、本気は全く違いますね。当時としては圧倒的すぎるほどの耐水力。この耐水力を実現しているのが本機体の後部にある大スラスターですね。ゼクツバイの水力って当時の可変 MS 軍から見ても圧倒的にすごいんだよね。あの高機動として有名な逆乱の総水力が 183,000kg、 木星圏の大重力への対応を考慮したメッサーラの総水力が 96,000kg ですが、本機は 1993kg ですからね。あと可変 MS ではないけど大気圏飛行能力を持っているバイアランの総水力が 98,300kg だしね。
こういったことから当時の耐水力機体と比較しても桁違いの水力を持った機体がゼクツバイなのですね。ただあまりにも詰め込みすぎたために肥大化しすぎたっていう欠点があるよね。当時のモビルスーツコンセプトとは真逆ですからね。その結果、その後に開発されたゼクシリーズのゼクドライはかなり小さくなったんだよね。それではここからは本機ゼクツバイの元となったゼクアインについてお話ししていきましょうか。ゼクアインは地球連邦軍ペズン交渉で開発されたモビルスーツだね。ペズンの反乱で決起した地球連邦軍共同団の一部の青年将校による組織ニューディサイズによって運用された機体ですね。グリプス戦役機のモビルスーツは肥大化し、開発当初の汎用性というコンセプトが失われつつあったのですが、本機はジオン公国軍の名機 MS-6 ザク2の設計思想を踏襲し、新時代の汎用量産機として設計されていますね。開発の拠点となったペズン交渉って、ジオン公国の MS 開発計画、ペズン計画が推し進められた拠点でもあったんだよね。そういったことからも彼らの技術を大いに取り込んでいるものと思われていますね。UC-87 時点でペズン計画で開発されたアクト・ザクがジャブローに配備されていたり、ガルバルディアルファの後継機であるガルバルディベータが実戦配備されていることからもペズンの先進性が伺えますね。ゼクアインの特徴って汎用性を担保するために目的に合わせて装備を換装できることだよね。以下の3つの兵装を中心に運用されていましたね。第1兵装、ビームライフルを主武装とした兵装、オプションで片部にプロペラントタンクを装備可能。第2兵装、狙撃兵装、ディスクレドームとビームスマートガンを装備する。第3兵装、マシンガンやグレイバズーカといった実体弾を主体とした要塞戦兵装。高性能かつ信頼性の高い本機でしたが、ペズンの反乱の際にニューディサイズによって全機が持ち出しされ、開発拠点であったペズンが爆破されたことから、以降の開発の系譜は途絶えることとなってしまったのですね。はい、今回はゼクツバイ、そしてゼクアインについてお話ししてきました。動画を見て何か感じたことがあればコメント欄に書いてくださいね。それでは霊夢さん、そろそろ終わりましょうか。はーい。視聴者の皆様、動画を気に入った方はチャンネル登録をお願いします。